終章、芥川龍之介。元来僕は何事にも執着の乏しい性質である。なかんずく収集ということには、小学校に通っていた頃、昆虫の標本を集めた以外に、未だかつて熱中したことはない。したがって、マッチの商標はもちろん、油壺でも、看板でも、ないし、古今の名家の書画でも、必死に集めている諸君子には敬意に近いものを感じている。時には多少の嫌悪を交えた驚嘆に近いものを感じている。書籍もまた例外ではない。僕もまた商売柄多少の書籍をも贈しているが、それも集めたのではない。むしろおのずから集まったのである。もし集めた書籍であるとすれば、そこに何か全体に通ずる脈絡を備えていなければならぬ。しかし僕の過剰の書籍は集まった書籍である証拠にすこぶる従前奮然としている。脈絡などというものは薬にしたくもない。では全然無茶苦茶かというと、必ずしもまたそうではない。少なくとも僕の過剰の書籍は僕の好みを示している。あるいはいろいろの時期における好みの変遷を示している。その点では、僕というものを示している点では、僕の作品と選ぶところはない。僕は以前、過剰の書籍を買い入れた年月の順に記し、その書籍の持ち主の一生の変化を暗示する商品を書いてみようかと思った。が、西洋人の書いたものに、あまり身寄りの話を見たため、とうとうそれなりになってしまった。それなりになってしまったのは、もちろん天下のために幸福である。しかし、過剰の書籍なるものの鏡のように持ち主を映すことは、とにかく何か懐かしい。さもなければ、何か気味の悪い事実であると言わなければならぬ。このゆえに売り立てに差し物をするのは、他人の作品に筆を入れるのと、同じくらい道徳的に不都合である。収集家のみの知る喜びや悲しみは、こういう僕には恵まれていない。何しろ本屋を冷やかしていたり、あるいはカタローグを読んでいたりするうちに目に留まったものを買うのであるから、感激もすこぶる薄いわけである。大金はもちろん出したことはない。これでも本道楽の話になるかどうか、その辺は僕にも疑問である。